どうも、コーズです。今回ですけども、速報 HKT48 新曲17枚目のシングル発売決定ということで、センターはイブクルダブルセンターと、石橋いぶきちゃんと竹本くるみちゃんのダブルセンターということですね。ちょっとこれ緊急で、動画撮らせていただいてますので、何卒最後までご覧ください。ブログはね、概要欄で、からちょっと飛べます。独自にね、ちょっとまとめてみました。チェックしてみてください。イブクルダブルセンターということで、豊永あきちゃん。チームHキャプテンということで、今回はこの16人で、表題を歌わせていただきますが、 HKT48 全員で17枚目シングルをいいものにしてお届けしたいと思います。ぜひともお楽しみに、今後の情報をお待ちください。嬉しいなぁと、ねえ、だからもうコーズガールズが2人ともキャプテンやってますからね。あのアキちゃんとハーチと、でけえ、これは、いや、HKT もちょっとほんとそろそろ行かなきゃなっていう、そう、劇場公演とか行きたいんだけどね、新公演になって、ココテン公演とか見に行きたいんだけどさ、そう、まあ、なんかにカコつけて行きたいですね、だ劇場公演見て、アビスパかサガンの試合見てみたいな、なんかそのセットが行けるといいんだけどな、なんて思ってるんですが。発売日は12月の20日ということで、ノイミーと被ってるらしいですよ。HKT 勝っちゃうんじゃない？どうなんだろうね。そして17枚目、シングル選抜メンバー、伊沢ちゃん、イブイブ、市村メンバー、ユエル、伊藤ユエルちゃん多分初じゃない？今村マリアちゃん、江口ちゃんだっけ、栗原さえちゃん、竹本くるみちゃん、田中美久凛、地頭絵ねねちゃん、豊永あきちゃん、松岡ハーチ、桃上奈々香ちゃん、これなんだっけ、これ難しいな、読み方。なんて読むんだっけ、コメントで教えてください。山下エミリー、渋井美奈でやってるのかな、の16人ということで。サエミリー、選抜ですね。松岡花ちゃん、チーム K4 キャプテンですか。17枚目シングルの発売が決定しました。いつも応援してくださる皆さんのおかげです。これからもっともっとたくさんの方に応援していただけるよう、愛していただけるよう、メンバー全員で盛り上げて頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。キャー、MC 緊張したということで。いいですね。胃袋に挟まれるハーチ。この、いいね。チェック柄のベストいいね。アイドルらしいよね。山下エミリーちゃん。エミリー結構好きなんです、僕。ビジュアルが。ビジュアルが結構好きなんです、僕はエミリーの。HKT48 17枚目シングルが12月20日に発売されます。今回その選抜メンバーとして選んでいただきました。 3-2 以来の選抜復帰で本当に嬉しいです。そしてなんと10年目にしてやっとサエと一緒に選抜に入ることが叶いました。心強い、私たちの意思でみんなを支えますということで、サエミリーツーショットで SNS 発信中と。そしてこれ石橋いぶきちゃんのね、その14枚目シングルの初選抜の時の投稿を見てるんだけど、そう、この時から、4作目、今17枚目だからね、14、15、16、17、4作目にで、センターへということで、若返りにはいいタイミングだったのかな。ちょっと2年ぐらい遅かった気するけど、 HKT って年1シングル発売で、今回ようやく年2になってんだよね。年2回発売になって、まあ12月20日ギリギリですけどね。もう2年ぐらい遅かった気するけど、まあまあ、でもまあギリギリですねっていう感じで、この動画を撮ってる段階では胃袋2人のそのコメントのツイートは見れなかったんで、ちょっと載せてないですけど、まあきっとポジティブなツイートなんでしょうか。そしてみくりん、卒業前にシングルが発売されます。胃袋ちゃんおめでとう。こう見たら本当に大人になってエモい。自分にとってはラストシングルが HKT の過去と未来の間にいるような感じがして、温かい気持ちで歌えることができます。お話し会も少しある。最後まで HKT48 一員としてよろしくお願いします。ということで、胃袋に挟まれるみくりんということで。確かにエモいね。でもこう、まあ、胃袋セット売りは予想できたんじゃないですかね。特に HKT 通ってる人は、いつだぐらいなんじゃなかったんじゃないかな。最後の最後で期待してくれたファンの皆さんにはごめんなさい、心の中のセンターでいさせてくださいということで、まあ、卒業が決まっててね、卒業センター、なんじゃないか、みたいな期待もあったはずで、胃袋センターっていうようなところで、まあ、自分のファン向けに発信してる。まあ、これがね、なんかその、
あの5チャンネルでなんかいろいろ話題になってて、でもなんか一回まとめてそれを動画にしようかなと思ったけど、なんかちげえなと思って自分でブログ書きました。そう、まあなんかまあいろいろなんか人気者だからさ、みくりもいろいろ言われちゃうんだよな。そう、かわいそうに。まあでも人気の レバレッジが効いてる、人気の反動よね。人気面だから。まあでもね、いいんじゃないのと思うよ。ミクリはもうミクリンでもう進むべき道が明確になってるから卒業するわけでさ。まあ HKT のね、最後のシングル曲選抜として参加するっていうのが、まあ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 いいんじゃないですか。カップリングでね、卒業曲があるのかもしれないし、わかんないけどね。ただまあ、胃袋センターっていうのはちょっとね、おもろいし、サエミリー選抜入りもちょっといいよね。そうそうそう。ね、ハーチもね、アキちゃんもね、ほんと HKT 引っ張ってますよね。いや、俺の見る目ありすぎ、てか、ありすぎって言ったらまたあれだけどさ、まあ、サッシーからさ、僕は HKT、サッシーがいるから HKT 通ってさ、で、ハーチ行ってみてとかさ、で、アビスパ好きな子がいるっつってさ、で、ハーチとアキちゃん、通いながらさ、そう、もういろいろ何が起こるか、そのオタ活人生何が起こるかわからないですよね。本当に。そう、だからハーチに知られる前に、そのアビスパ福岡のイベントに HKT が出るって言って、松岡花ちゃんの写真を撮って、ツイッターにアップして、サッシーがいいねしてくれたんですよ。で、それが1000いいねぐらいいって、で、その後握手会行って、で、ハーチに覚えてもらって、その1年後もまた同じようにアビスパ福岡のイベントがあって、その時に豊永あきちゃんっていう4期生の売り出し中の子がいますよって、そのオタ仲間とかいろいろ教えてもらって、で豊永あきちゃん撮って、でそれも500いいねとかいったんかな。そう、なんかその出待ちの写真とかも撮ったりして、そうだから HKT はね、 HKT はサッシーとアビスパ福岡がね、このハーチとアキちゃんを僕とつなげてくれたので非常に思い入れ深いんですけど、で胃袋もそのアビスパイベでも撮ってるし、なんだっけ、この前警察一日警察署長イベでもね、この二人撮ったんで、ぜひ僕のツイッター掘ってみてください。写真残ってますよ。まあそんな感じだね。おめでとうございますということで、まあ1年に 2作 CD が発売できるようになったというのがいいんじゃない、コロナ禍を得て。これぐらいの、やっぱ年にぐらいで CD 出さないと、やっぱ選抜のさ、そのサイクルとかもさ、メンバーのモチベとか考えてもやっぱりあれだよね、と思いました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲、ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。MV 公開中です。